関東リーグ第6節ブリオベッカ浦安戦。おはようございます。回ってる。おはようございます。本日は関東リーグ第6節ブリオベッカ浦安戦ということで、どうですか？いや、もう相手全勝してるんで、この辺で捕まえとかないと突き放されちゃうんで、すごく大事な試合です。5試合やって5連勝だもんね。向こうは5試合やって5連勝。そう、エスペランサは5試合やって3勝2敗。まだ勝ち越してるけど、今日もし負けると並んじゃうね。しかも1位に離されるという。そうなんだよ。めちゃくちゃ大事な試合ですね。昇格するにはね、やっぱ1位にならないといけないから、今日は絶対負けられない試合だね。まあいつもだけど、特に捕まえよう。そうだね。ノブ君、今日調子は？調子はいいっすよ。調子はいい。調子はめちゃくちゃいい。ヨガマットがあるから40分ぐらいストレッチしたかな。珍しい。いや、珍しいよ。そんなんやる人だよね。今日から、昨日から始めようかなと思って、で、やってたらすごくね、体が軽い。へえ。なんかいつもこう寝起き、こうなんか体動きづらいなみたいなのあるんだけど、それがない。へえ。まあ試合の結果を見て皆さん本当に調子が良かったかどうか見てほしいですね。まあそうだね。じゃあ頑張ってください。コンビニ行こう。はい。毎回おなじみ。シエテ音声。シエテ音声流行るよ。なんか、はい、みんなね。あ、本当に。言い出してるもん。なんか。え、誰が？なんかあのね、育成の子供たちが。あ、本当に。うん。よかったよかった。これ全国区にしていきたいから。シエテ音声。そうそうそう。ちょっと言いづらいけどね。じゃあ試合前、栄養補給。栄養補給。あれ。どうしたどうした。おお。調子悪い、もしかして。大丈夫。校長だ。何買ったの？うわ、びっくりした。何買ったの？本日も翼が欲しいということで、レッドブル買わせていただきました。それ先週飲んでる？先週は飲んでないですね。飲んでない。あ、はい、いい。水じゃなくてポカリ。人の水に近い水。はい、ごちゃごちゃ。はい。クリーム玄米ブラウンがちょっと普通のだ。ブラウンって言って言われた今。ブラウン、はい、ちょっと普通のだと、まあ、ちょっとあれってことで、こうプラスで、おー、ちょっとバージョンアップさせていただきました。おにぎり2つ、卵重た。重たくないそれ。で、競り負けないために体を重たくしとかないと、うん、はい。じゃあ育成の皆さん真似してください。到着しました。それでは試合頑張っていきましょうね。緊張する、マジで。頑張るぞ。バーモス。お疲れ様です。1対1、引き分け。引き分けた。でもいい試合だったけどね、めちゃくちゃ上から見てて。うん、俺、今日はあんまりだったな。そう。次、2週間あっから。お、
頑張って。あ、大丈夫か。どうでした今日試合。今日、みんなめちゃくちゃ戦ってて、まあ、大きな勝ち点1なんじゃない。うん、そうだね。相手、5連勝中のチームだったしね。そう、そういうことで。ご飯食べに行こう。そうだね、じゃあグルメ行こう。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れです。じゃあ、ラボボさん、素晴らしいプレイ。あ、本当ですか。あ、どうぞどうぞ。フルサカリって名前で。ああ、わかりました。はい。ありがとうございます。注目してますので。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。有名人だね、トランキーロタイム。トランキーロタイムって言ってた。150何人中の一人に会えた。ありがたいね。ありがて。今日はね、見て、今2時7分、うん、2時半からエスペランサの育成の子たちのコーチがあるから、うん、シャシャッと食べなきゃいけなくて、だから今日はコンビニでささっと済ませたいと思います。知恵天音声で買ったもの紹介お願いします。タンパク質が取れるお肉たっぷり豚しゃぶサラダと、うん、なんか豚しゃぶパスタさ、なんかちょっとかぶっちゃいましたね。あとオレンジジュースでございます。おお、いいね。はい、ね、しっかりこれ食べて、これからコーチなんで、まあ、コーチ頑張って、はい、で明日リカバリーとトレーニングあるんで、明日も頑張って、次の試合東横浜大学、大学生ですね、エリートたちの大学生と勝負するので、次しっかり勝てるようにいい準備して頑張りたいと思います。はい、じゃあ今回の動画は以上になります。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。Bye.